ジェフリー・サックスは、アメリカ合衆国の経済学者。ミシガン州でトロイト出身。コロンビア大学地球研究所長を務め、国連ミレニアムプロジェクトのディレクターも兼務している。全米経済研究所研究員、ミレニアムプロミスの代表及び共同創設者でもある。医師が患者の病気を診断するのと同じように、地理的。 歴史的背景を考慮して途上国の現状を詳しく分析しそれに適した途上国経済開発の援助をすべきだとするクリニカルエコノミックス提唱している。その中でもアフリカ諸国の経済においては特にエイズやマラリア等の医療援助が経済発展に欠かせないとし医療分野への援助、投資等を推奨している。これまでラテンアメリカ、東欧、ユーゴスラビア、 ロシア政府の経済顧問を歴任、特にボリビア、ポーランド、ロシアの経済危機への解決策のアドバイスや、IMF、世界銀行、OECD、FU、国連開発計画等の国際機関を通じた貧困対策、債務削減、エイズ対策等への積極的な活動を行っている。 タイムマガジンのタイム100に連続してノミネートされており、2015年にはブループラネット賞を受賞した。2008年大統領選挙にサックスを擁立する目的の NGO が設立された。労働者の福利向上を目指し、ジョセフ・スティグリッツやローラ・タイソン、ロバート・ライシュラと共同して、米国議会へ2014年度までに、現行の時給7.25ドルから9.8ドルへの 最低賃金引上げを求める手紙を送っている。経済政策の目標は低所得者や中間層を含めた社会のすべての階層の暮らし向きを良くすることである。故に、貧者や労働者を犠牲にして、富裕層を利するような協定には、会議的になるべきであるとサックスは述べる。ISDS や過度なコピーライトはサックスにとっても懸念事項である。 TPP 以前の貿易協定でも米国はコピーライトの長期間保護や強い知的財産権を主張し大規模な製薬会社を利するようなことを行ってきた。そしてすでに様々な企業が既存の ISDS を利用して政府を揺さぶっているが TPP に含まれている ISDS は危険度不必要さが以前より大きく当該国家の法帯経営の打撃になるとサックスは 述べる。最も失望させる事項は TPP には環境や労働の省すらないことである。TPP 推進者らは労働基準や環境を大事にすると毎回言うにもかかわらずである。気候変動に関しては検討すらされていない。米国議会はその TPP にノ、NO、ーを突きつけるべきだとサックスは結論付ける。2018年12月 ファーウェイの最高財務責任者である、モー・バンフネが、タイイラン経済制裁違反容疑で、アメリカの要請により、カナダで逮捕されたことについて、中国封じ込めの一環であるとし、モーの引き渡しを求めるアメリカを偽善と非難した。サックスは、制裁措置に違反して、罰金を課せられたアメリカ企業幹部は、逮捕されていないと主張している。この記事で批判を受けたサックスは、十六万人の、 フォロワーがいた、ツイッターアカウントを閉鎖した。アジアソサイティのフェローであるアイザック・ストーン・フィッシュは、サックスがファーウェイのポジションペーパーに序文を書いていることを指摘し、サックスがファーウェイから報酬を得ているのではないかと疑問視したが、サックスは報酬を受け取っていないと述べた。2020年6月、サックスはアメリカによる、ファーウェイ標的は安全保障だけが目的ではないと述べた。 サックスがアメリカ政府が偽善的口実でファーウェイを悪者にしていると非難していることについて2020年に出版されたヒドンハンドの中で著者のクライブ・ハミルトンとマレーケ・オ,オールバーグはサックスがファーウェイとの密接な関係を持っていなければサックスの主張は有意義で影響力があったであろうとコメントしているがこれはサックスがファーウェイの デジタルの未来を共有するためのビジョンを支持していることを指している。また、ハミルトンとオールバーグは、サックスが中国政府やスフェック、チャイナエナジーとのズブズブの関係にあると述べている。2021年1月のインタビューで、サックスはインタビュアーからの中国のウイグル人に対する抑圧についての質問をアメリカが犯した巨大な人権侵害に言及することで回避した。 その後、19の人権団体が共同で、コロンビア大学に、サックスの発言を問題視する書簡を送付した。書簡の署名者たちは、サックスは、アメリカの人権侵害の歴史に話をそらすことで、中国のウイグル人に対する抑圧を相対化するという中国外務省と全く同じロジックを用い、さらに、中国政府に抑圧された人々の視点を、歪症化することで、 中国政府の視点を強調し、その政府によって抑圧されている人々の視点を相性化することによって、サックス教授は自らの組織のミッションを裏切っていると批判している。ザグローバリストの編集長であるステファン・リクターと J.D. ビンデナゲルは、サックスが古典的な共産主義のプロパガンダ策略を積極的に推進していると批判している。 2021年4月、ウィリアム・シャバスと共に、プロジェクト・シンジケートに寄稿し、アメリカ国務省が、中国政府による新疆ウイグル自治区におけるウイグル人治抑圧を、ジェノサイドであり、かつ、人道に対する罪に認定したことを、薄っぺらいと批判し、アメリカ国務省から提供されたジェノサイドの証拠は、何もないと述べ、アメリカ国務省が、ジェノサイドの告発を立証できない限り、 告発を撤回すべきであると主張している。ナショナルレビューによると、サックスは中国共産党を含む権威主義体制に寛容な態度で長年意見を述べてきたナインティ1 9の起源、世界における中国の役割、ウイグル人大量虐殺など多くの問題で日常的に北京の路線を採用しているとしている。ありがとうございます。